今回はうつ病の男女差5つ。うつ病は性別に関わらずなりうる精神疾患です。一方で様々な男女差がうつ病にはあるところがあります。具体的にはどんな男女差があるでしょうか。今回はうつ病の男女差5つです。まずはうつ病の様々な側面を見ていきます。うつ病に男女差が出る様々な背景です。うつ病を振り返りますと、これは落ち込みなどうつ症状が続く脳の不調になります。主には脳内物質セロトニンの不足が背景とされます。休養、薬物療法、精神療法が治療の3本柱とされます。うつ病の主な症状です。まずあるのは心の症状、落ち込みや不安に加えて意欲の低下、さらには集中力の低下など脳の機能の不調が出ることもあります。続いては体の症状、不眠、眠れないや疲れやすさのほか、吐き気、めまいなど各種の自律神経症状が出ることがあります。3つ目は行動の変化、人を避けたり声が小さくなるなど外から目立ちやすい変化が出ることがあります。その上でうつ病の症状に関する特徴です。まず先ほどあったように、うつ病では落ち込みに限らず様々な症状が出ることがあります。そして不安が目立つタイプの方、意欲の低下が目立つタイプの方いますが、同じうつ病でもかなり大きく違って見えるところがあります。そして症状は多くの場合、前にできていたことができないということで気づかれることが多いです。うつ病は脳の不調というところ、うつ病では適応障害などストレスの反応というだけではなくて、脳のレベルでの不調が示唆されるところです。主には脳内物質のセロトニンの不足がうつ病と関与するとされまして、使う薬、抗うつ薬も主にセロトニンの回復に作用します。一方、その他の脳内物質も様々関与することは言われていまして、脳神経レベルでのいろいろな変化というのもまた示唆されるところです。うつ病のその他の原因の説を見ていきます。まず遺伝の要素というのは一部言われるんですけれども、いろんな要素があってかつ部分的と思われて、対策の余地も示唆されるところです。そして様々なホルモンとうつ病の関連が言われることがありますけれども、まだ不明な点が多いところです。そしてストレスとセロトニンの関係も言われますけれども、メカニズムに関してはまだ分かっていない点もあるところです。うつ病と他の精神疾患の関連です。適応障害や双極性障害など、いわゆるうつ状態、うつ病と似て非なる疾患というのは少なくないところがあります。そして発達障害であったり HSP 的な過敏さというところが背景にあってうつ病になる、そういったことも臨床上しばしば経験するところです。その逆に、うつ病があってそれを背景として二次的に別の精神疾患を合併する場合もあるというところがあります。こうした背景がある中でのうつ病の男女差はどんなことがあるでしょうか。続いてうつ病の男女差5つです。同じうつ病でも出方や性質が変わるところがあります。1つ目はうつ病のなりやすさ。男女比は約1対2、女性の方が多いとされます。うつ病のなりやすさの男女差を見ていきます。うつ病になる率、罹患率は諸説あるものの、およそ1対2で女性の方が多いとされます。ホルモンの影響をはじめとして様々な要素が原因として絡むとされます。一方で男性の場合、受診する率が少ないというところも言われまして、それが実際に診断される男女差に影響する部分もあるとされるところがあります。女性がうつ病になりやすい理由の例です。一つ目としては、ホルモン変化の影響を受けやすいというところ、これは女性特有のところになります。そしてライフイベントの多さや社会的プレッシャーの大きさというところ、出産育児などの関連するところも出ることが多いとされます。そして研究レベルでは、脳のセロトニンが男性より女性の方が少ないというところは影響するという説もあります。ただこれはまだ未解明な部分が多いです。受診行動の男女差と罹患率の関連というところです。ここでうつ病と診断されるには前提として、受診をしないと診断されないというところがあります。そして男性と比べると女性の方が早めに受診する傾向は言われています。ここにおいての受診率の差というのが、実際有病率や罹患率の男女差に影響する可能性があります。男性では受診に至らなくて慢性化したり悪化するというリスクがあるのに注意が必要です。続いてはホルモンの影響。急なホルモンの変化がうつ病の引き金になる時もあります。うつ病へのホルモンの影響です。うつ病の発症等に様々なホルモンの変化が影響する部分が指摘されます。その中でも特に女性特有の女性ホルモンの変化が時にうつ病の引き金になるところはよく知られます。この女性特有のうつ病の存在が、うつ病のなりやすさの男女差にも影響するところです。影響の可能性が言われるホルモンの例です。
一番大きいのはやはり女性ホルモン、この後出てきます。そしてコルチゾール、別名ストレスホルモンがストレス時増加するというところも関連は言われるところがあります。もう一つは甲状腺ホルモンになります。女性ホルモンと関連する女性特有のうつ病の例です。いわゆる月経前症候群 PMS や PMDD というところがまずホルモンの影響を受けています。続いてが産後うつ病、出産後のホルモンの変化を背景としてうつ病を発生する場合があります。もう一つは更年期うつ病、閉経前後でのホルモンの急な変化がうつ病に至る場合があります。女性特有のうつ病の対策です。基本的には他のうつ病と同様に抗うつ薬などでの標準的な治療を行うというところはあります。その上で PMS、PMDD や更年期うつ病においてはホルモン療法、ホルモン治療、婦人科的なホルモン治療の併用も時に選択肢になるところがあります。一方産後うつ病に関しては産後急に病状が変動しているところがあるため特に早期発見と早期治療が大事というふうにされています。補足としては男性の更年期うつの話があります。男性においては男性ホルモンの減少を背景とした男性更年期障害が最近言われることがあります。その中で意欲の低下などの更年期うつと言われる症状が出ることがあるとされます。基本的には抗うつ薬や生活面の対策で対応するんですけれども、重度の場合は副作用などのバランスも考えた上でホルモン療法を検討する場合があるというところです。続いてが症状の出方。目立つ症状の違いは受診しやすさにも影響します。症状の出方の男女差です。うつ症状は男女で基本的には共通していますけれども、その出方に男女差が見られます。症状の出方の違いがあるというのを踏まえて見極めることが必要になります。特に男性では症状がその人の中に潜ってしまう、潜伏しやすいので注意が必要です。特に男性女性特有でかつ非典型的な出方の場合はなかなかうつ病と気づかれにくいことがあるので注意が必要です。男性での症状の出方の特徴です。男性の場合、意欲の低下や興味の減退、やる気が出ないなどが目立って、どちらかというと人を巻き込むよりも人から離れる孤立の方向に向かいやすいところがあります。そして周りを巻き込まず静かに進行しやすい、本人も言わないということが多いですので結果発見が遅れやすい面があります。ただ非典型的な例としては怒りが強くなったり、仕事に逆に没頭しすぎるなど意外な形で目立つ場合もあるので、ここには注意が必要です。続いて女性での症状の出方の特徴です。不安や自律神経症状、いわゆる体の症状が目立ちやすい傾向が言われます。不安などに関して周りを巻き込むリスクがある一方で、自分でも認知しやすく周りからも分かりやすいというところがあって、早期発見につながる面もあります。一方、人によっては気分の浮き沈みであったり、過食、買い物依存など典型的でない出方をする場合もあるところです。続いてが合併する精神疾患。精神疾患の合併にも男女差が見られます。うつ病と合併する精神疾患と男女差です。うつ病では辛さの自己治療などを背景として他の精神疾患を合併することがあります。もし合併してしまいますと両方の対策を取ることが必要になるため、治療が困難になりやすくなるので注意が必要です。どの精神疾患が主に合併しやすいかに男女で差が見られます。男性の場合は特にアルコール依存症に注意です。男性では辛さを何とかする自己治療というところをきっかけにしたアルコール依存症の合併リスクがあります。初めは辛さを和らげる目的でのアルコールだったのが、次第に依存になってアルコール自体が目的になります。進んできますと言動が粗暴になったり孤立してしまうリスクも高いので注意が必要です。さらに身体面の影響も大きくて、長期的にもかなり影響が出るので注意が必要です。女性の場合は摂食障害のリスクに注意が必要です。女性の場合は過食もしくは拒食を伴う摂食障害を合併するリスクがありますので、ここに注意が必要です。これはうつ病の食欲低下をきっかけに始まる場合もありますし、うつ症状に伴う自己否定、自己肯定感の低下への自己治療で始まるという場合もあり得るところです。この摂食障害は進みますと生活や言動にも非常に影響が出ることが多くあります。かつ身体面の影響も非常に大きく、時に危険を伴いますので非常に注意が必要です。続いては受診のタイミング。女性の方が早く受診する傾向が言われます。受診のタイミングの男女差です。うつ病で受診をするタイミングは一般的には女性の方が早いとされます。その結果他の要素も合わせて女性の方がうつ病と診断されることは多いんですけれども、一方で男性の場合に関しては
受診した時にすでに重症になっている場合が多いですので、治療に難儀しやすいことがあるので注意が必要です。女性の方が受診が早い背景の例です。まず症状の出方の違い、不安や身体症状など自分で気づきやすく、かつ周りにも変化が見えやすい症状が多いのは一つ背景になります。そしてうつ病の受診をすることでの男女での文化的価値観の違い、特に男性ですと受診をして相談するのが良くないというふうに思われるような背景というのが言われる場合があって、それが受診の遅れにつながる場合があります。続いてがホルモン変化と気分変動が身近にあって、うつ病的な変化を察知しやすい傾向の可能性というところ。気分の変動はどうしても女性の方が出やすいところがホルモン的にありますので、そういうところでうつ的な変化に早めに気づきやすい可能性は言われるところです。早期治療のメリットというところです。実際女性の方が早期発見、早期治療があることでメリットがいくつかあります。まず一つ目としては、早期であれば仕事をしながら治療可能というところ。逆に診断が遅れますと、かなり長い期間休職をして治療する必要が出ることが少なくありません。そして早期治療において軽い治療で早めに改善しやすいというところ。逆に治療が遅れた場合は薬が多く必要になったり、治療にも非常に時間がかかってしまうことが多いです。そして慢性化や再発のリスクを減らしやすいというところ。逆にこれも治療が遅れると慢性化しやすかったり、再発しやすくなったり、慢性的な意欲低下が残ったりする場合があります。今回はうつ病の男女差5つを見てきました。ではまとめていきます。うつ病は男女関わらずなりうる精神疾患ですけれども、その一方で性別によって一部出方などに違いが見られます。その代表例は次の5つになります。1つ目はうつ病のなりやすさ、2つ目はホルモンの影響、3つ目は症状の出方、4つ目は合併する精神疾患、5つ目は受診のタイミングになります。男性の方が一見うつ病になりにくいんですけれども、発見した時にすでに重症の場合も多いです。そのため意識的に早期発見をして早期対応することが特に男性の場合望まれるところです。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。